これどうしたらいいですか。え、これは無理。え、もう2着作るしかないんちゃう。え、僕のさ、ジャケットとかでもさ、チェンジポケットにするだけでさ、この人ちょっとおしゃれな人みたいな感じになったりする。ジャケットさ、私が選んであげたやつじゃん。そうですよ。いつの間に直したん。ソップさんに納品してもらいました。爽やかなシャンパンホールド、高級感が増しますね。いいです。どういうことですか。カラーっとしただらしないセットアップ着てるなと思って。いや、ほんま口悪いわ、この人。社長、え、うわ、待って、っていうかやば、嫌な音した、嫌な音しました。めっちゃ破れてるね。やば、これどうするの。え、待って、めっちゃ思ってる以上にやばい。やば、これ今から仕事で打ち合わせ無理やな。これ結構気に入ってたのに。だいぶ着てるもんな、そのジャケット。やっぱどうしたらいいですか。え、これは無理。え、とうとう2択まで行ったね。今この2択なんですけど、いや、このブルーもめっちゃいいと思うね。鮮やかすぎないし、立体感があってすごい合わせやすいし、好きな色だと思う。この2択を絞られへんくって、ずっと私たちはああでもないこうでもないと言っているのが今の現状です。今回のコンセプト、ちょっとバリエーションをさ、広げたいとかさ、あったやんか。確かに。それで考えると換気はめっちゃいいと思う。もうめっちゃいいと思います。ということは、もう2色作るしかないんちゃう。え、チェンジポケットがいいですわ。チェンジポケット、かわいい。社長、チェンジポケットってなんすか。そうやろ、絶対入ってくる。会話に入ってこられへんくって、黙ってたの。チェンジポケットってさ、ポケットの上にあるこのポケットやでよか。はい。別になんか機能あるっていうわけじゃないねんけど、まあおしゃれ、可愛くない、このちっちゃいポケット。ちょっとカジュアルになるね、これをつけることによって。ポケット何も入れるもんないのに、コインを入れたりする人もいる。へえ。でも実はポケットの中にちっちゃいポケットがついてて、そこの袋にコインを入れるっていう風になってたりするから、チェックのさ、ジャケットとかでもさ、チェンジポケットにするだけでさ、この人ちょっとおしゃれな人みたいな感じになったりする。じゃあ僕のジャケットにも今からチェンジポケットつけてください。いや、後からとか無理やから。無理なんすか、オプションで。無理やし、なんか橋口くんにはつけたくない。ジャケットさ、私が選んであげたやつじゃん。そうですよ。いつの間に直したん。イソップさんに納品してもらいました。え、私おらんかったくない、その納品式。え、どういうこと、めっちゃいい感じやん。いいでしょ。え、超いい。あー、結構映っちゃったね。めっちゃいい感じ。はい、超かっこいいねんけど。え、ちょっと立って。めっちゃいい感じですか。イラつくな。あざす。イラつくな。え、超いいねんけど。ちょっと腕組んだりしてみて。いいやん、いいやん、めっちゃいいやん。おざおざおざ、気持ちいい、この動画。え、なんか俺ってかっこいいってポーズしてみて。ひどやめっちゃ似合ってます。よかったです。私のおかげです。ありがとうございます。めっちゃかっこいいやん。マジっすか。誰のおかげ、はい、誰のおかげでしょうか。はい、ゆえ。誰のおかげか、ゆえ。勝社長っすね。めっちゃいい。はい、ボタン見せて、ボタン。ボタンは貝ボタンです。綺麗に輝いてるボタンですね。裏地は何色をつけたんですか。裏地は爽やかなシャンパンゴールド、高級感が増しますね。いいですね。あれ、なんかそのシャツ、はい、あれ、なんか可愛いですね。可愛いですね。シャツはどうされたんですか。この素敵なシャツは銀座のいいところで仕立てました。私がプレゼントしたよ。